ご紹介してまいりましょうか。広島県の東広島市からのんたです。どうぞ。のんたくん、東広島市、広島県の東広島市からやってきました。ありがとう。今日東広島市から来たよっていうお客さん、いるありがとうございます。私たちね、呉の隣町の東広島市というところから来たんですけれども、東広島市はなんといっても酒の町。今日ね、 T シャツ着れるんですけれども、東広島市内には10個の酒蔵があるという酒の町、そんな酒の町から生まれたのんたくんです。はい、のんたくんね、そう、のんたくんはね、お酒が大好きということで、のんたくんはね、酒祭り、皆さん酒祭り知ってますか？あー、手上がりました。先週ね、10月の7、8で先週酒祭りが東広島市で西条町で行われたんですけれども、なんと20万人のお客様に来ていただきまして、そんな酒祭りから生まれたのんたくん。のんたくんね、実は1990年生まれ。多分ね、今日来てるゆるキャラで一番先輩じゃないかなって思ってるんですけれども、34年間も細く長く活動をしています。そんなね、もうね、さっきね、タヌキタヌキって言われたけれども、そう、でもね、タヌキがモデルになってるんです。そんなね、のんたくんは東広島市西条に伝わる三ヶ寺のタヌキ和尚という民話が元にのんたくんが誕生してまして、そのたぬき和尚っていうのが、たぬきが和尚さんに化けて町の人をでお灸を治してた、お灸で町の人を元気にしていた、そのお礼でお酒を買って美味しい西条のお酒を飲んでいたっていう民話が残っているので、その民話からのんたくんは生まれていますね。なんとね、34年前からのんたくんはね、たぬきなので年齢は タイムオーバーの金かと思ったんだけど、違いますよね、まだ大丈夫、喋って大丈夫ということで、そんなね、のんたくん、実はのんたと酒蔵っていう道の駅が去年の7月に開館しました。ゆるキャラのね、名前がついてる道の駅っていうのも少ないんじゃないかなと思って調べたところ、なんとなくね、なさそうだったので、それも PR はしっかりしています。で、今東広島市なんですが、呉からも遠呉道路っていうのが通っていて、私たちね、今日ね、のんたくん40分でシュッて来れて、なんと広島市内までも秋バイパスっていう道が通ったので、シュッ、朝なんか混んでなかったらね、30分ぐらいで行くので、そんなのんたの酒蔵にもたくさんのお客様がいてくれていますね、のんたくん。はい、で今日はね、のんたくん、あちらの31番のちょっと端っこなんだけど、そちらでのんたの輪投げですとか、のんたのグッズも販売したり、こういうのんた帽子も無料で配布しています。でまたね、のんたくんに会った人にはね、これのんたの名刺も渡しているので、ぜひブースにもお立ち寄りください。東広島市にもぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。先週ね、酒祭りっていう大きなお酒のイベントがあったので、そこからでお疲れのところありがとうございました。東広島も本当にいろいろあるので、私の大学も東広島だったので。そうなんですね、大学もね、4つあって、大学町としても若い子がたくさんいる町です。そうなんですよ、私もね、ちょっと前まで若かったんで今も若いです道の駅とかもいっぱいお土産とかあるので、もしも今回レンタカーとかで来られてる方とかもいらっしゃったら、ぜひ寄っ
ってみてください。じゃあのんたんありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、皆さんブースぜひ行ってくださいね。ゆっくり降りてよ、あの千鳥足で降りないようにね。酔っぱれちゃったね。可愛いですね。